皆さんこんにちは。クイズ、昭和アイドルのお時間です。このチャンネルではこれまで様々な昭和アイドルのエピソードを紹介してきました。この動画では、前回に引き続き、昭和アイドルに関するクイズをお送りします。第2回の今回は、1970年代初頭、アイドル創世期パート2です。エピソードを交えてクイズを8問出題しますので、よかったら最後までお付き合いください。それでは早速第1問。1971年に17歳でデビューし、日本のアイドル第1号とも言われる南沙織さん。前回のアイドル創世期パート1で生放送で突然引退宣言したとお話ししましたが、それ以前にもテレビでの発言が波紋を呼んだことがありました。当時放送されていたラブラブショーで南さんはどんな発言をしたのでしょうか。正解は、恋愛と結婚は別でした。南さんは当時17歳、青春派アイドルの大胆発言と波紋を呼び、週刊誌などで取り沙汰されたんですね。南さんは、恋愛をして性格をよく知り合ってから結婚したいという意味で、恋愛を遊びと思っているわけじゃないと真意を説明しています。続いて第2問。南さんのファンで、当時自宅に南さんを招待して対談を行った歌手は誰でしょうか。正解は、吉田拓郎さんでした。本当は2人だけで会う予定が、南さんが自宅に来るのが嬉しくて、事務所の関係者やフォーク仲間に喋ってしまい、みんなが自宅に押しかけてきて、結局この時は南さんを交えてバーベキューパーティーを開いています。続いて第3問。南さんと同じ1971年にレコードデビューし、現在では元祖国民的アイドルと評される天地真理さん。天地さんのデビュー曲は水色の恋では、初めてオリコン1位を獲得した曲は何でしょうか。正解は、小さな恋でした。デビュー翌年、72年2月発売の2枚目のシングルです。当時は賞レースが盛んで、権威もありました。名誉だけでなく、大きな賞に輝けばレコードの売り上げが伸び、歌謡賞のギャラが何倍にもアップする実利面もあったんですね。中でも新人賞は一生に一度ですから、是が非でも取りたい。でしたが天地さんはデビュー曲水色の恋の発売が71年の10月だったため、レコード大賞新人賞はならず、72年の日本歌謡大賞では有力候補に挙げられたものの、新人賞受賞はなりませんでした。第4問。天地さんは4枚目のシングル、虹を渡って、で当時史上初となる記録を打ち立てました。この記録は何でしょうか。正解は、3曲連続オリコン1位でした。これは当時誰も達成していない偉業でした。元祖国民的アイドルと言われる当時の人気がうかがえます。先ほど、72年の日本歌謡大賞で有力候補ながら新人賞を取れなかったと言いましたが、この時すでに新人離れしていたのが一因とも言われました。今更新人賞でもないのではないかという。続いて第5問。この72年の日本歌謡大賞で新人賞を受賞したのは、雨を歌った三好英二さんと、
もう一人は誰でしょうか？正解は、先生、を歌った、森まさこさんでした。続いて第6問。では72年の日本歌謡大賞でグランプリを受賞したのは誰でしょうか？正解は、瀬戸の花嫁を歌った小柳ルミ子さんでした。小柳さんは、前年に南沙織さんと共に新人賞を受賞しています。森まさこさんも、70年代アイドルを語る上で欠かせない存在です。日本歌謡大賞は、当時はレコード大賞と並ぶ人気で高視聴率を記録していました。こういったところにも、70年代のアイドルの躍進が象徴されています。第7問。天地真理さんと小柳ルミ子さんは、同じ71年にレコードデビューし、南沙織さんを交えて3人娘、として活躍する一方でライバルとも言われました。でしたが、当時2人は同じプロダクションに所属していました。2人が所属していたプロダクションはどこでしょうか？正解は、渡辺プロダクションでした。渡辺プロダクションは、鍋プロ帝国、と言われるほど、当時圧倒的な影響力を誇っていました。そういった芸能界の勢力図も、70年代のアイドル勃興によって塗り替えられていくわけです。それでは本日最後の問題です。天地真理さんはレコードデビュー前からある人気ドラマに出演していました。そのドラマは何でしょうか？正解は、時間ですよ、でした。天地さんはこの人気ドラマに出演して一躍脚光を浴びました。というわけで今回は、第2回、クイズ昭和アイドル、1970年代初頭、アイドル創世記パート2をお送りしました。今後も昭和アイドルクイズを続々アップしますので、ぜひチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。次回のクイズでお会いしましょう。